何か忘れてる。何か忘れているような。あ、熊田先生。熊田先生忘れてた。気をつけて。私も忘れてた。やべえ。第8章、死因。あれは先生の。ごめん、熊田先生忘れてた。ああ、かわいい。遅くなりました。もう熊田先生、かわいいってなってる。寝ちゃってるよ。え、死んでないよね。死んだ。え？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 どうしたんだろう、先生。え？嘘でしょ？まさか。嘘でしょ？やめてよ。先生。え？熊田先生。やめてよ。どうしちゃったんですか？え、泣きそう。嘘嘘、やだ。先生。やだやだ。え？嘘嘘嘘、呼べ呼べ。おいおい、ふざけんな。何じゃ、想像し。失敗しちゃったじゃないか。びっくりした。やめてよ。戻さないでくださいよ。もう。だと思ったけども。てっきりなんじゃ。よかった。熊田は不死身じゃ。大好きだもん、もう、熊田先生。やれやれ。調べとったとこなんじゃが。やめてよ。本当にもう。まあごめんね、私も忘れてたし、先生との約束。ああ、びっくりしちゃった。ゆりさんのこと言うか。今そんな違うか、間違えちゃった。今同じような事件は見つかったんですか？見てみ、この資料の数を。はい、何を隠そう、一冊目が寝てしもうた。かわいすぎるでしょ。驚いたじゃろ。驚いたよ。驚いてる。すまんが一緒に調べてくれんか。何、当たり前じゃん。お手上げじゃ。何言ってんの、熊田先生のためなら頑張りますよ、私は。さあ、調べよう。これ金。やめた。間違えちゃった、間違えちゃった。熊田先生を取ろうとしちゃった。先生、はや、これを見てください。何？生産化合物のことがこのページに。ここです。読んでみます、ね。シアン化合物？生産化合物にある種の薬品を反応させ、熱を加えるとシアン化水素と呼ばれる有毒ガスが発生する。このガスを多量に吸い込んだ場合、中毒を起こし、極めて短時間で。やっぱタバコじゃね？このガスで死亡した死体からは。生産中毒特有の反応が出ない。はいはいはい。死亡状況から判断する以外に死亡と立証することが不可能に近い。これは先生、これは、ほう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 、もうちょっとなんかあるのかな。そういえばそのガスの話は昔、うんうん、聞いたことがある。これにやられてもほとんど死体からは何もわからんそうじゃが。じゃあか。しかしこれを次郎の死因とするにはどうやってそのガスを吸い込ませたかがわからんと。どうしようもないの。これだけわかっただけでも収穫じゃ。今日はひとまず引き上げよう。そうだね、熊田先生とのデート楽しかったです、とても。やれやれ、やっと着いたわい。あそこにはまたいずれ行ってみる必要はありそうじゃの。いい人だな、熊田先生。あ、怒ってる。先生、どこに行ってたんですか。今日は休診にして患者さんには帰っていただきましたよ。私はこれで帰ります。調査は担当さんの仕事なんですから。先生は自分の仕事に集。ああ、めっちゃキレてる。名探偵に対してひどい言い草じゃの。
さてお前さん、うん、ここで探偵探偵同士ね、いろいろ話し合ってみんかね。探偵同士ね、うん。次郎さんが亡くなった夜、そう、あの裏山で2つの人影が目撃されてたんです。話によれば一人は意識がなかったよ、ね、そうだから多分次郎は引きずられてたのよ。人に引きずられるようにしてたそうです。目撃者は蘇った菊さんと、その菊さんに殺された次郎さんだと言うんですが、女の人くらいの大きさってことかな。死んだもんがいちいち蘇るなら病院など不要じゃ。しかし何者かに殺された次郎が運ばれるところを目撃したのかもしれんな。ゆりさんが安心。ゆりさんは死んじゃったのよ。先生、綾城和人さんについて聞きたいんですが。ああ、そうじゃった。聞きそびれていたんじゃが、うんうん、お前さん、誰から和人の名前を聞いたんじゃ。なんだっけ、あの女の人。崖の上で、あ、そう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 、和人さんの恋人だという藤宮由紀子という人に会ったんです。何？いや、もうね、めっちゃ美人だった。その人は美人じゃったか。ええ、綺麗な人でしたよ。何かご存知なんですか？いや、綺麗な人なら一度会ってみたいと思ったんじゃ。一緒行く？今度崖の上。次郎さんの死因は生産から発生するガスなんでしょうか？まだ断言はできん、うん、それに次郎があのガスでやられたとしても、問題はなぜ指から生産反応が出たかじゃ。結びつける何かがあるはずじゃ。そうね。他に、うん、ところでさっき言っとったユキコという女はいつでも崖の上におるんか？いつでもってわけじゃありませんが、だいたい5時くらいに来るようです。ということは今ぐらいじゃな。美人に会いに出発。元気だな。そろそろ崖一緒に来てくれんの？一緒に来てくれんの？本当に行くんですか？当然じゃ。一緒に来てくれんの？健康の秘訣じゃからな。めっちゃいい人じゃん。大好き、熊田先生。一緒に行きましょう。いないし。ごめんごめん。そんな目で見ないでよ。ごめん。どこにおるの？その美人は。今日は姿が見えない。私も会いたかったんだよ。そんな悲しそうな顔しないで。どんな美人？はいはい。今日はいい。え？どこか行ってしまった。わかった。落ちないでよ、崖とかから。お願いだから。僕以外の人。もう熊田もいなくなっちゃったの？先生！嘘でしょ。調べたところでなぁ。これなんだ？あ、靴？え？この辺りの草なんか、赤、え？え？ハイヒールが一つ落ちてる。あず、え、あずさ、え？多分、あの、え？一応見ておこう。いやいや、え？下とかに、え？誰か落ちてたりとか。いや、絶対そうだよ。先生！なんじゃ？あ、いや、そう。わしはここに残るぞ。え、気をつけてね。やってくるかわからんからな。本当に死んじゃ絶対死なないで、熊田先生だけは死なないでくださいよ。今日も村の人たちが、菊さんの姿を見たと言って騒いでいる。わしらは見た。どうした、どうした。ゆんべもわしらは見た。あんな夜中に出歩く女など、この村にはおらん。もはや間違い。ちょっと聞いてくださいよ。いや、そうだよね。村人たちの様子がますます変なんです。私もそう思う。やっぱり村人たちは一体何を見たんでしょうね。そうなんですけど、そうなんですけど、今度もまた村人たちがキクさんを見たっていう時間と場所が妙に一致しているんですよ。教えて。やっぱり村の人たちはみんな何か同じものを見ているようです。
時間と場所、その時間と場所というのは、みんなは昨夜の12時頃キクさんが崖の方に歩いて行くのわしはっきり見たんじゃ。いや、なんで起きてたの、そんな時に。おばあちゃん、私はね、今すぐにでも崖の上に行ってね、熊田先生を助けたい気持ちでいっぱいなんですけど、一応さ、気がついたことはありませんか。あ、そうそう、最近よくこの村に綺麗な女の人が来られるようです。誰だろう。いやー、本当に綺麗な方ですよね。え、つい見とれてしまいますよ、今の私には。なのに、ああ、今日はまだ来ないんで。あ、なんだ、今日はまだユキコさんは来ていない。いや、ハイヒール落ちてたのよ。先生、どうしたの？海を見つめたまま。これなんか見つけたな、多分。ああ。さっきから何見てんですか？だってハイヒール怪しかったもん。大変じゃ！だから熊田先生を連れてくる必要があったのか。女が浮かんだら。なんですか？誰だろう。あ、あずさー、確実にあずささん。駆けつけた警察は女性の死体をすぐさま引き上げた。ひえ。それは物を言わぬ春日あずさの変わり果てた姿。そうですね、靴ちゃんと脱げてる。あのハイ、私が持ってるハイヒールはそうですね。怪しろ家は一体どうなっとるんじゃ。本当だよ君。もう、わしは怪しろ家へ行って全蔵に話してくるわい。助かる。わかりました。とりあえず鑑識に声をかけといたから、質問には答えてくれるじゃ。いろいろ聞くか。まあ、あずさは死ぬと思ってたよ。なんだ、君は関係者か。助手。いつの間に助手になったんだよ。君だな。まあ少しならいいが、邪魔はしないでくれよ。さあ聞きましょう。考察だ。喉元にあざがついてる。ああ、落ちて死んだわけじゃないんだ。12時だね、やっぱりね。熊田さんの助手ともなれば死体を見ても平気なんだね。他に何か気がついたことはありますか。ここは自殺の名所と言われるだけあって、滅多に死体は上がらないんだが、たまたま流れ着いた材木に引っかかったんだ。仏さんにとってせめてものを救いなんじゃないかな。なるほどね。どこかで見た顔だと思ったら、あ、ご存知で。次は次探偵事務所の探偵くんじゃないか。いろんなところで助手を。よし、自分で調べてみていいよ。ありがとう。でもむやみに触らないように。絶対触らないです。ありがとう。確かにの。無残なことだ。調べちゃうよ。首を締め。まあ、靴。靴。そうそうそう。これが、ありがとう。そうなんですよ、ブルーシート別に調べる必要ないよね。 これそんなところを調べても。そうそう、爪のあたりをよく調べなくちゃ。おーおーおー、見つけたぞ。激しく引っかいたような。でもあの顎んとこじゃないの。何、本当かね。ちょっと待ってくれ、すぐに調べるから。お、外車の。どうやら襲われた時に犯人を引っかいたんだ。さあ死体を調べるのは。はい、よくやったあずさ。できたばかりの傷のようだ。話を聞かなければ。どこ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 。
私には分かんなかったんですけど。すみません、そこの方。わしに何か用か？その傷はどうしたんですか？猫に引っかかれただけじゃ。なんでそんなこと聞くんじゃ。なんでそんな怪しい感じ。ここで発見された女性の遺体には襲われた際に相手を引っかいた形跡がありました。つまり犯人には引っかき傷がある。村人全員で怪しい気を潰そうとしてるのか。とんでもない。わしじゃない、信じてくれ。実は昨夜遅くまで飲み歩いていて母ちゃんと喧嘩したら、そん時引っかかれてしもうたんじゃ。うちの母ちゃん怖い。あるあるですね。ここの母ちゃんはまっこと恐ろしいからの。ところでの、その晩わしは見てしもうたんじゃ。どんな女の人でした？女が歩いとったの。わしはてっきりキクさんじゃと思うて逃げ出そうとしたんじゃが、よく見たら若かったんでしょ。ねえ、でよく見たら その死体の女だったんじゃ。え、でその女の後をつけるように男が歩いとった。どんな男だった？どんな男だった？怪しロケに時々出入りしている男。え、怪しロケに出入りする男といえば、すでに亡くなっているか。神田弁護士。次郎さん、神田弁護士。違う。ついにあずさ様。戦争。あ、もうかわいそう。かわいそうでならない。あの、目が死んでるもの。先生より伺いました。あずさ様が、あずさ様が亡くなられたと。はあ、昨夜の11時ごろ、やっと戻られたあずさ様を。もっと強くお引き止めすればよかった。行きましょう。実はもうさんは辛い。ああ、しかしゆりさんには子供がいたんです。そうそうそう。ゆり様にお子様が。ただしその子供は行方不明なんですが。ああ、いやもう全然大丈夫。全然にはショックが強すぎるよ、いろんなものの。あ、ほらもう目が。もはや、すべてのことがどうでもいいように思えます。やばいよ、全然。全然。全然さん。僕は、希望を捨ててしまった依頼人の調査を続けることはできません。残念ですが。お待ちください。びっくりした。私は終わっちゃうのかと思った。ゲームオーバーかと思った。びっくり。そう言っていただけると思ってます。びっくりしちゃった。申し訳ございませんでした。いやいや、こちらこそ。お恥ずかしいか。びっくりした。驚られたんですよね。何か気になるところはありませんでしたか？昨夜、あずさ様、再び出かけられるまでどうなったかと電話で話しておられました。何か激しく言い争ってたんだ。言い争って、さあ何の話をしてたんだろうね。昨夜、あずさ様は電話をかけるときしきりにメモを取られる癖がありました。メモ？メモ調べよう。メモ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 。何も書か、強く書かれた。そうだね。これは鉛筆でシャ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 ってやればいいんじゃないの。あ、そうだ。そうそうそう。なんとか読めるぞ。何何。神の崖、11時半。アキラとは関係ない。まもなく遺産が分配。ユリの子供見つかった。ユリの子供見つかった。これは昨夜、
あずささんと電話の相手は村上の崖で電話の履歴、電話の履歴調べればいいんじゃないの。アキラが会っていた人物という可能性も、アマチ、アマチユリさんの娘を見つけたと。それは一体電話が。お話の途中ですが失礼いたします。はい、綾代でも熊田先生がお呼びです。なんだろう、熊田先生、私の心の癒し。あかねちゃんじゃん。おお、来たか。お、前蔵も一緒じゃ。前蔵の後ろ姿レア。あかねが来とるんじゃ。さっきばったり会ったんじゃが、えらく深刻な顔しとったから気になって連れてきたんじゃ。怪しいよね。大丈夫かい。もうこのおじいちゃん二人がいい人すぎて、もう好きになっちゃいそう。あずさ様まで、もうあんな恐ろしいところにはいられません。あかねちゃん、ちょっと肩を私に見せてもらってもいいかな。私には関係ありません。あんな屋敷にもういたくない。怪しいよね、やっぱり。し、そうねえ。それが何だって言うんです。早くしまってください。顔どうした、顔どうした。前蔵さん、お世話になりました。失礼します。待ってください、あかねさん。話すことなんて、顔怖っ。どうしちゃったの。この手鏡。嘘、これがどうしてここに。わからん、もうあかねちゃんがわからない。あかねさん、ごめんなさい、ごめんなさい、許してください。奥様、あかねさん、落ち着いてください。でもその手鏡は確かに私が奥様の懐に。そうだよね。この手鏡がどうして墓の外にあるのかには必ず理由があります。任せてください。だからあかねさん、そうだよ。あかねちゃんが話してくれないから全てが進まないんだから。申し訳ありませんでした。え？キク様を殺したのは、この私なんです。え？え？え？急展開。実はキク様は、タバコをやめておられなかったんです。タバコは、私が、あ、すみません、いいとこでくしゃみで出ちゃった。お止めしたんですが、うんうん、一服つけないと眠れない。そう言われて断りきれず、はいはい、このことは遺言書作成に見えた神田先生にもこぼしておられました。あの晩も奥様はいつものようにキセルに火をつけられ、間もなく発作を起こされたようでした。なるほど。あの焦げ跡はその時できたものです。じゃ、タバコ入れはあなたが？っていうことか。持ってるっていうことか。はい。はい、怖っ。奥様がこと切れているのを発見した私は、とっさにキセルとタバコ入れを隠しました。こんな感じで死んでたんだ。そして、その後ですぐ前蔵さんを呼んだんです。申し訳ありませんでした。めちゃくちゃ死に顔が。バカもん、キクさんの心臓はそんなことで止まってしまうのか。熊大人すぎる。大好き。熊が保証して大好き。決してお前のせいじゃない。じゃからもう泣くな。屋敷で休んどれ。そうだよね。もう熊田好き。
もうこの二人のおじいちゃんが好きすぎる。あかねについておいてやりたいのだ。いや、ついていてあげてください。そしてあげてください。ありがとうございます。それでは。本当に、すみませんでした。まあじゃあ、キックさんのことを。やれやれ。急にテンション変わるじゃん。どうした？そうそう。うんうんうん。あずさの検視結果を問い合わせてみたところ、別段変わったところのない典型的な絞殺のよう。幹事はナイフで刺されたときすでに死んでいたらしいということじゃし、次郎の場合、自殺したこと自体が不自然なの。これもまた、先に殺しておいてから犯人が自殺であるかのように偽装したと考えられ、ところがあずさは抵抗しながら考察されておる、とっさだったんだろうね。同一人物の犯行だと考えるのが自然なのじゃが、なぜ他の人と違っておるのか。なんか遠目で見ると熊田先生顔違いますね。ちょっとしゃくれて見えますね。ゆりさんが安心。先生、隠すつもりはなかったんですか。そうじゃったか。気の毒にの。それでも名探偵熊田は頑張るんじゃ。かわいすぎる、かわいすぎる。菊さんにしても禁煙中だったあずさにしても、そう、タバコの好きなやつばかりじゃの。それがポイントだと思わない？解剖結果を聞いたとき警察が言っとったが、幹事も次郎もそこのさ、そこに生産、それだよ、それです。菊さんに、それなのよ、それめっちゃ絶対それなのよ。違うかな。やれやれ。そこにシアン化合物をさ混ぜたんだと思うんだけど、どう思う？あ、そうか。で、あずさは禁煙中だったから、タバコであれできなかったから、首を絞めるしかなかった。ということじゃないでしょうか。待てよ。シアン化合物。これ、いいね。当たってんな、多分。薬品に反応させた生産化合物に熱を加えると発生するんだったな。これだ先生、これですよ。そうそう、次郎さんの指に言ってたじゃん。私言ってたじゃん。ん、あ、こういう感じになるのね。急に急に入力になってびっくりしちゃった。こうですよ、これですよ。タバコですよ。なるほど。そう、生産入りのタバコに火をつけるとガスが発生する。そう、それを吸い込んだものは、そう、そうか、タバコが染み出した生産が次郎の指に、そうわけじゃな。そうなんです。次郎さんは生産タバコで殺された後、自殺のように偽装されたんでしょう。幹事さんもあらかじめこの方法で殺しておけば、土蔵まで運んだ後ナイフを突き立てることくらい簡単です。そうそうそう。あずささんだけにはこの方法は使えなかった。誰だ？あずささんは。あ、確かに。菊さんこの方法で。君、これは神楽寺へ行かにゃならんな。なんで？先生、急ぎます。なんで神楽？菊を掘りこ、光ってんな。原神。大変じゃ。うわ、熊田先生の後ろ姿、ちょっとテンション上がる。どうしたんじゃ、こんな時間に押しかけてくるとは。確かに協力するとは言ったが、もう明日にしてくれんか。申し訳ありません。そう。でも一刻も早く確認すべきことがあるんです、僕と熊田先生は。え？